男の料理教室代表の諸熊でございます。よろしくお願いします。男の料理教室は現在会員が9名、ちょっと少ないんで、これからですね我々の仲間に加わってくれれば非常に嬉しく思っております。活動は毎月、第3木曜日ということで、3木会というネーミングをつけております。少ないけれども方が全部何もできてない、これは言われてない、ね、はい、なんでここでワインを入れるのかとかそういう理屈を先に言っとけば、男の方って理屈から入っていくから割合と後の少々変なところはもう大して驚かない。あのね、言ったことは全部やらないだからしょっちゅう走り回ってないと、あのとんでもないこと、今日もソースの一番美味しいところを全部拭き取ってしまう。だって褒めなきゃね、少しダメなとこはピシッて言わなきゃダメ。さっきずっと言いっぱなしだから少し褒めてあげないとねやる気なくなっちゃうわけ。さっきいただきます。いただきます。